首位巨人と熾烈な優勝争いを繰り広げる2位阪神。23日の直接対決に勝利した巨人の安倍晋之助監督は笑顔を見せ、敗れて2ゲーム差に開いた岡田昭信監督は報道陣の取材に答えることなく、無言で甲子園を後にした。赤いハートセクシーすぎる、赤いハート阪神、中野の結婚相手は、セクシー系、でグラマラスな超美人インスタグラマー。 巨人の優勝マジックは4。阪神が残り5試合を全勝しても、巨人が残り6試合で4勝すれば2020年以来4年ぶりの優勝となる。阪神は徳田原に足がかかっているが、GT によるバトルは両軍の4番をめぐってグラウンド外にも飛び火するかもしれない。場外戦の鍵を握るのは、巨人の岡本和馬28の挙手だ。 強いメジャー志向がある岡本はサクオフ、球団にポスティング遺跡の容認を直訴した。早ければ今オフにもメジャー挑戦する可能性があるという。ここに来て岡本を熱心に視察するメジャースカウトも複数いますと、猿代理人筋がこう続ける。巨人には、ポスティングを容認する条件があると言われています。一つはチームの成績です。今季、 4年ぶりのリーグ優勝を果たすことができれば、容認への道が開かれる可能性はあると見ています。岡本はここまで打率点273、26本塁打、78打点。昨季より数字を落としてはいるものの、本塁打と打点はヤクルトの村上に次ぐリーグ2位につけ、3年ぶりの打点王の可能性を残している。今期のプロ野球は投稿打点が顕著。 昨季まで6年連続で30本塁打をマークしていますし、昨年の WBC でも国際大会での適応力の高さを見せた。打撃に関しては問題はないでしょう。しかも1塁、3塁の守備は安定していますし、外野を守ることもできる。ポスティングが認められれば、複数球団による争奪戦に発展するのは間違いありません。前出の代理人金。 仮に岡本がメジャー挑戦することになれば、巨人は不動の4番を失うことになる。その穴は簡単には埋まらないだろうが、そこで補強候補に浮上するのが今季、国内 FA 権を取得した阪神の手法、大山祐介29だという。